今回はこちら行きます。完全に人口比較オンリーになったティエンポレジェンド10ですね。今回もシューズ袋ついてます。カンガルー使ってないどころかリサイクル素材使ってますっていうね、環境面アピールしてます。ティエンポはファンダイクとかジョルジーニョみたいなディフェンスとか中盤の底の選手のイメージが強いんですけど、日本やったらね、板倉選手みたいな。ただどのポジションにも対応してますっていう風に説明は書かれてます。あんまね、最前線の選手は入ってないんですよね。個人的にはパッと見はティエンポ9の方が好きで、昔ねめっちゃ流行ったトータル90のレーザーとなんかスーパーリギュラーを足して2で割ったような見た目してるなと。前回の史上最軽量って言われてたティエンポ9より 15g ぐらい軽くて、ベイパーよりね軽くなってるんですよ。ということで次のベイパーは 200g 切ってくるんちゃうかっていうね予想をしてるんですけど、今回ね人工比較のフライタッチプラスエンジニアードレザーっていうのを使ってますと。天然比較より柔らかいって書かれてて、そんなわけないやろって思ってる人多いと思うんですけど、めっちゃ柔らかくて、このインサイドとかもねめっちゃタッチしやすそうなんですよ。この点々もグリップめっちゃ効きそうやなと。このナイキ特有の ACC ですね、オールコンディションズコントロール、乾燥しとっても雨で濡れてても同じグリップ感でタッチできますよと。この謎のタグがあるんですけど、まあ、オールコンディションズコントロールはファントムとかもそうですけど、結構ほんまなんちゃうかなと。あんま雨でも滑りにくい印象がありますよね。この何本か履いてる溝みたいなステッチみたいなとこと、もともとの革のグリップがね結構強くてグリップ効きそうやなと。このインサイドは触り心地とか分厚さとかめっちゃタッチしやすそうです。フライニットについてはあんま書かれてなかったんですけど、このオレンジの部分とね紐通す白いところが分かれてるのちょっと嫌やなと。一体の方が良かったかなって僕は思いました。かかとのスポンジはでかすぎず小さすぎずでめっちゃちょうど良さそうでね、かなりここ柔らかいです。これは靴ずれないんちゃうかなと。でかかとがめっちゃ柔らかいんですよ。このホールド感がないっていう見方もできると思いますし、柔らかくて履き心地がいいっていう見方もあると思うんで、ここもね楽しみっすね。インソールは毛羽立ってるとかまではいかないんですけど、若干のね肝っぽいインソールになってます。9の時は裏がねちょっとネバネバして固定されてたんですけど、それはなくなってますね。この AG モデルの丸ポイント、また中空洞になってて、映像で見ても分かるぐらいねポイントちょっと低くなってます。でこの低めの中が空洞な丸ポイントなんですけど、長めの人工芝が推奨されてます。ファントムもベイパーもこの AG モデルは中空洞のポイントなんですけど、僕はグリップ結構好きですね。引っかかりすぎとかはもう感じないです。今回店で一回試し履きしてるんですけど、履いていってます。足幅は書いてなかったんですけど、ティエンポ9よりちょっと狭めで、軽いのはね絶対にわかると思います。めっちゃ軽いんですよ。でニット部分ねちょっと分かれてるんでずれるんかなと思ったんですけど、この白い部分がねオレンジの部分をしっかり押さえてくれて、隙間なくねフィット感めっちゃいい感じです。なんか白い部分とオレンジの部分が折り重なってしっかりフィットしてくるみたいなね設計を感じます。つま先の親指と小指のね先端の部分がちょっと狭いかなと思いますけど、まあ 2E なんかなと。ティエンポって思わずにね、ほんま新しいスパイクって思った方がいいような気がしますね。カンガルーより柔らかいかって言われたら分かんないですけど、履き心地はね確かにめっちゃ柔らかいです。人工比較とは思えない感じですね。締め付け感とかなくて、靴の内側からもねめっちゃソフトな柔らかさを感じるんですよね。
ただポイントが低いのもあってスパイク自体がね地面と近くて低いなっていうのをめっちゃ感じます。やっぱり全体的に分厚さとか横幅とかがシルエットの一回り小さくなった印象がこのリフティングからも感じられます。カンガルーより柔らかいっていうのはちょっと言い過ぎやと思うんですけど、人工比較とは思えないぐらいもっちり柔らかいっていう感じはあります。プーマのキングアルティメットに似てて人工比較の硬さはあるんやけどもっちり柔らかいタッチ感っていうので僕はめっちゃ好きです。でステッチの縫い目とかはないんですけど革自体のグリップが結構効くんで滑るとかもないですし、ここもねキングと似ててタッチ感めっちゃ好きっすね。めっちゃ軽いですしシルエットもちょっと変わってる感じしますし、ティエンポの続編っていう風に思わずにほんま新しい人工比較のスパイクって思った方がいいかもしれないですね。この新しい人工比較の方が好きっていう人もいると思うんで、またね蹴ったレビューも見てみてください。チャンネル登録コメントありがとうございます。